ようこそ。歴レポチャンネルの風千代です。いろんな歴史を紹介するよ。チャンネル登録ポチッとしてもらえるとめちゃくちゃ感激。今回は、本能寺の変シリーズ大空談、光秀の殺意です。大好きで持論持ってる方、たくさんいると思うよ。ぜひ、コメントに、あなたの説をいろいろ書き込んでね。ただし、このコンテンツのお題の範囲でお願いね。まだ大空談だから。これからいろいろ作るからね。それではタイムスリップ。前回紹介した神格化問題から発した天皇家乗っ取り計画で、光秀の中にもやもや感があったかもしれないけど、まだ暴挙を発動するほどの強い動機ではないように思える。仮に、政治的反発が動機だとすると、第三者の協力者、影の存在があっても良いと思うんだけど、いろいろ諸説はあるけど実際ないよね。これまで見てきたコンテンツの中で、第三者が絡んで、そうな匂いはなかったよ。なので、殺意の原因は他にあるんじゃないかと思えるんだよね。プロイスの日本史には、怨恨と思われる記載がある。当時噂になっていたところによると、信長は、ある密室において明智と語っていたが、元来、逆上しやすく、自らの命令に対して反対。意見を言われることに耐えられない性質があった。人々の語るところによれば、彼の好みに合わぬやわけん。で、明智が言葉を返すと、信長は立ち上がり、怒りを込め、一度か、二度、明智を足蹴にしたとあるんよ。明智は、天正十年、5月14日から家康接待役を任され、17日にはその任は解かれ、秀吉の援軍を命じられ、坂本城へ帰城している。そして、22日、信長から、翌月2日、本能寺の返答日に、秀吉の援軍に出陣するよう、命じられた。そして、26日に、坂本城から丹波亀山城に移動している。この14から26日のあたりに光秀摂関事件があったのではと思うよ。それを暗に意味する資料も存在する。それは金見狂気である。今日吉田神社の神官吉田金見と光秀は大変親しかったようで、日記にもちょくちょく登場する。奇妙なことに、彼の天正十年の日記は2冊存在する。1冊は原本。もう一冊は怪談版。怪談版は天正十年6月13日に書き直しされている。その日は、光秀が死んだ日だ。彼が怪談したのは2箇所。1箇所目は、6月7日、本能寺襲撃発生から5日後、金見は安土へ行き、光秀と対面している。今回の謀反の件を存分に話したと、あるかこれを削除した。まあ、1箇所は、5月14日、徳川家康が、安土を霊訪問に来たので、光秀が接待役を仰せつかったとのことで、この間容易に大変だったと削除ではなく、追記している。なぜ追記したのか。会談前と、後で何か違うのか。それは、金見自身、変の権威を聞いていたか否かの違いである。つまり、金見は、朝廷は関係ありません。権威は、この日にあったんだよ。ということを匂わしたかったんじゃないかと思うよ。この日、信長は、光秀を呼び出し、ある訴えについて質問した可能性がある。稲葉家父に驚愕の事実が記載されていたんよ。稲葉一徹の家臣が、光秀に引き抜きにあった。これまで彼だけじゃなく、利光も。引き抜かれたことから激怒して、信長に訴えた。織田家には軍旗で、家臣の家同士の家臣の引き抜きは禁止していたが、その軍旗犯を信長は責めたのだ。プロイスの聞いた、好みに合わぬ要件とは、この光秀の軍旗犯だ。鬱陶しい言い訳をしたかもしれない。信長の逆鱗に触れた光秀は足蹴にされ、なんとか面が吹っ飛んでしまったと記載されているのだ。超びっくり。これほどの屈辱があろうか。光秀は、信長から、金貨黄金頭と呼ばれていた。これは、光秀の素晴らしい知略、頭脳を褒めて、
黄金の頭脳の持ち主という意味だと、僕は勝手に思ってたんだけど、違ってたみたい。屈辱まみれに打ちひしがれた光秀は、17日接待役を解かれて、騎乗していたってことなのよ。だけど、これだけじゃなかったのよ。別コンテンツで紹介した、長宗我部元親からの書状である。日付は天正10年、5月21日でした。おそらく、26日頃、丹波亀山城にいた利光から光秀に渡り、四国が起きたことを信長に急いで報告するため、もう一度、安土に戻ったと思うのよ。これは名誉挽回。戦わずして四国が起きたからね。しかし、まあ、4月から四国征伐準備が進んでいて、織田信孝、丹羽長秀の遠征軍が6月2日に出陣するために堺に集結していた。また征伐後の初老配置も通達済みだった。この状況で今更撤回しろはないやろ。と一度命令したことに逆らった光秀は、ここでもさらに折檻されたかもしれない。直近に軍規範で足蹴にされ、心象悪いのも重なったと思うよ。連続2回はさすがに殺意に火がついたとしても仕方ないように思うんだけどな。次回は構想から外れちゃった光秀です。お楽しみに。どうだった？歴史って本当に面白いね。せっかくだから、あなたの疑問や面白い説なんかコメントください。みんなで真実にたどり着けると楽しいよね。ご清聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録ポチッとしてもらえるとめちゃくちゃ感激。ではではまたね。